今回は中学3年生の理科の速さの変わる運動っていうのと自由落下見ていきます。ほとんど言葉の説明ですね。だんだん速くなる運動、まあ速さが速くなる運動っていうのがあります。まあ想像できると思うねんけど、坂道はね、こんな風に、坂を台車が下るときっていうのは速さがどんどんと速くなる。で、もう当たり前のことやから聞いててほしいねんけど、傾きが大きいと、その速さ、どんどん速くなる速さっていうのはどうなる？大きいやろ。OK。だから傾きが大きかったら、速さの変化も大きいって言われます。で、斜面の傾きが小さい時っていうのは、その大きい時と比べたら、速さの変化は小さいです。OK。もちろん速くなっていくねんけどな。で、これ、ちょっと、この、まあ、物理の3章のシリーズかな。見てる人、ちゃんと見てる人は、力の分解っていうところで軽く説明してると思うねんけど、重力働いた時に、力っていうのは分解されてるな。あの、坂道の時は。で、この斜面方向に平行な力っていうのは、まあ、運動の向きっていうのと力の向きが同じになってるんよ、これ。二つとも運動の向きは斜め下。で、その力の向きも斜め下で同じなんよね。いける？そういう時っていうのは、速さはだんだん速くなります。両方ともね。で、その速さの違いがこの坂道っていうので、今回やりました。OK。文字ずらずらって書いてるけど、まあイメージだけできたらいいよ。文字で覚えてなくてな。頭の中で想像できるのが重要やから。OK。で、この一個前かな。記録タイマーっていうのをやりました。記録タイマーで測った時、どうなんねんって言ったら、その点々の感覚っていうのが、だんだんと速くなるってことは、感覚も広くなっていくねん。OK。だから、その 0.1 秒ごとに区切った時に、どういうのになんねんって言ったら、こんな風に、斜めになってくれんねんな。速さが速くなってるっていうイメージ。OK。で、まあ、時間が横軸で、縦軸が距離の時っていうのは、絶対傾きは速さ。これを覚えとき、受験にめっちゃ使うわ。OK。だからこれ傾きがどんどん速くなってるから、右肩に上がってる。OK。で、緩やかな坂の方は、緩やかに上がってるやろ。いける？で、こんな風に 0.1 秒ごとに絶対問題では取ります。だから1秒間に60回打点するものやったら、6打点ごとに取るし、1秒間に50回打点するやったら、5打点ごとに取って、こうやって、並べんねん、綺麗にな。多分 A 型しかできんな。偏見やな。で、今のがだんだん速くなる運動やってんな。じゃ、逆にだんだん遅くなる運動。坂道登るときしんどいやん。それ。で、どういうのやねんって言ったら、その運動の向き。坂道登るときは上やろ。運動の向きっていうのは。で、力の向きは基本的に斜面方向に平行な力。逆に働くやん。OK。だからこれ、力の向きと運動の向きが逆やねん。そういう時は速さはだんだん遅くなるわ。OK。で、まあ例で言った斜面を登る運動とか、他にもその摩擦力とか空気抵抗が働いた時っていうのは遅くなる。めっちゃこう、風が来てる時に、ってめっちゃ走りにくいやん。OK。それと一緒ね。風がこう、力の向きはこっちやけど、運動の向きはこっちやったらめっちゃ遅くなるやろ。そんな感じ。で、次、自由落下。っていうのをやります。自由落下運動とか言われたりしますね、中学校では。高校やったら自由落下で覚えさせられるんだけど、その名の通りね、自由落下っていうのはそのまま自由に落下させてるだけです。オッケー。ポーンって。力加えずに落としてる運動のことを自由落下運動って言うんだよな。で、ちゃんとした言葉。まあ、斜面っていうのを使うと、斜面の傾きが90度の時って考えてるな。いける？斜面の傾き大きくしてさ、傾きが90度になった時の運動って捉えるわ。斜面っていうのはこうやって、斜面本当は下るけど、90度になったらストーンって落ちるやん。そんな感じ。だから何も力加えずに落としてる時の運動が自由落下やと思って。で、自由落下っていうのは、もう斜面が90度やから分解できひんねんな。だから、受ける力っていうのは常に重力だけ。OK？ 下にしか加わらんねんな。だから物体の速さっていうのはだんだん大きくなります。自由落下もそうやね。OK？ だから記録タイマー取ったらこんな風に斜めになる。ただそれだけ。OK。まあ今回やったのはほとんど言葉の説明でした。また時間があったら計算とかも見ていけたらなと思います。まあしばらく言葉の説明は続きます。よかったと思ったら高評価お願いします。チャンネル登録まだなしとしてね。まとめノートです。自由落下。バイバーイ。